こんばんは、シバドです。今日はですね、こんばんはから始めてるんですけれども、初のですねラジオ形式、音声のみでお届けさせていただきたいと思います。というのもですね、最近僕はですね、寝ながらというか寝る前にですね、 YouTube を垂れ流しにしてですね、それを聞きながら寝てるんですけれども、まあそれが非常に心地いいというか習慣になっておりまして、であとですね、今後 YouTube はですね、画面を閉じても音声のみ聞けるような機能が備わるということで、まあ今はですね、YouTube プレミアムの有料会員の方はそれができてるんですけれども、通常の機能になるということで、音声系の需要、ラジオっぽい需要がですね、今後増えていくんじゃないかというお話を耳にしましたので、早速ですね、流行りに乗っかってみましたというふうな感じなんですけれども、まあ、あとですね、最近よく質問をいただいてて、まあ、それをですね、ツイッターで返したり YouTube のコメント欄で返したりしてたんですけれども、やはり文字制限があったりとか、文字で返すとなると結構大変なので、こういったラジオ形式でですね、ご質問にお答えさせていただこうかなと思っております。では早速ですね、いただいている質問が山ほど溜まっておりますので、お答えしていきたいなというところなんですけれども、最近はですね、まあ、ありがたいことに初心者さんがたくさんご覧いただけてるっていうのとか、あとエフェクターに関する質問とかですね、そういったのが多いので、まあ今回はその辺お答えしていきたいなと思います。では最初の質問なんですけれども、初心者におすすめのエフェクターを教えてくださいということで、まあエフェクターってね、何千種類何万種類ってあると思うんですが、大きく分けるとコンパクトエフェクターとマルチエフェクターというふうなところに分かれますね。コンパクトエフェクターは一つの機材に基本1音色で、マルチエフェクターは一つの機材に100とか多ければ200とかの音色が入っているというふうなところで、まあ、値段はですね、まあ、コンパクトエフェクターはまあ1万円ぐらいからで、マルチエフェクターも今は安いと、もう1万円とかからありますもんね。まあ同じ値段でね、1種類しか音が入ってないのと200種類入ってるのおかしくないっていう感じなんですけれども、音質がね、音質はやはり断然コンパクトエフェクターの方がいいんですよね。まあただですね、僕は、まあ、最近のマルチエフェクターは特にですね、音質も全然いいですけどね、目的には。まあ年25年以上ギター弾いてはいますけれども、まあ、それでも全然遜色なく使えるというか、音質にはそんな気にはならないですよ、最近のマルチエフェクターは。なので胸を張ってマルチエフェクターを僕はおすすめするかなというところではあるんですけれども、まあ反マルチエフェクターの方が、マルチエフェクターの良くないところはどこかというと、まあ、音質、まあ、先ほど挙げた音質と、あともう一個は操作性ですね。操作が分かりづらいと、見づらいというところなんですけれども、まあ、確かにね、そこはね、あるかな。マルチエフェクターを使わなくなった理由が、操作性っていう方は結構多いんじゃないかなと思いますね。
まあ、ただですね、最近はまあ YouTube とかにも説明書というか操作方法、まあ、僕も結構上げてますが、そういったものもあるし、液晶もついて 見やすくなりました。昔は見づらかったですけどね、今見やすくなって分かりやすくなったので、まあ、随分操作性も良くなったなというふうな感じですね。まあ、ただ、まあ、苦手な人もいますからね、機械はね、まあ、そういった人にもこれはいいぞというエフェクターが、初心者向けというか、まあ初心者の方でも使いやすいエフェクターがあるので、まあそれをご紹介させていただくとすると、やっぱズームの MS50G ですね。このズームの MS50G はですね、価格帯もそうですけれども、まあ、質も素晴らしいっていうのと、あと何よりですね、操作がですねしやすい。もう初心者の方も多分下手すりゃ説明書を見なくてもその日にもう使いこなせるようになるんじゃないかというぐらい、非常に使いやすいマルチエフェクターですね。もう見た目はコンパクトエフェクターですよ。もうサイズ感もコンパクトエフェクターなんですけれども、コンパクトエフェクターのような使用方法でマルチエフェクターというか、たくさんの音色を使えるというふうなエフェクターになります。140種類のですねエフェクターが使えるようになっていて、アップデートもできてですね、新しいエフェクトを取り込んでいけるというのも素晴らしいところだと思います。まあ、何よりですね、これ1台持っているとゆくゆくですね、コンパクトエフェクターだったりとか、いろんなエフェクターを集めていった後も、でもずっと使っていけるエフェクターですね。1台持っておけばいろんなエフェクトに化けてくれるので、非常に便利です。プロの方もね、結構エフェクトボードにこれ入れてたりしますもんね。ズームの MS50G が初心者の方が最初に買うエフェクターとして僕はおすすめさせていただきたいと思います。で、続いてもですね、エフェクターに関するご質問なんですけれども、 X をコピーするのにおすすめのマルチエフェクターを教えてくださいというところで、まあ、X 時代なのかな、 X ジャパンになる前なのかな、まあ、結構ですね、音が変わってますからね、 X に関しては、まあ、初期、中期、後期という風な感じで、まあ、ヒデさんを時代で表すことが多々あるんですけれども、まあ、初期の頃はオーバードライブ系な感じですね。ちょっとブースター気味な感じの音 で中期はまあアンプとオーバードライブが混じってきてるような感じで、で、まあ、後期とかも95年終わり、96年、97年ぐらいのヒデさんは結構エフェクターというか、エフェクトでの歪みみたいな感じで分かれていますね。なので初期の頃をですね、再現すると、初期中期を再現するのはですね、おすすめとしてはズームの G3N ですね。この辺がおすすめかなと思いますね。というのもですね、まあ、理由はマーシャルのモデリングがですね、非常に素晴らしいというところで、あとキャビネットのモデリングが素晴らしいっていうのがですね、より
忠実に再現されているので作りやすいんですよ音が。なので初期中期ぐらいまではズームの G3N が作りやすいかなと思いますね。まあ、ただ後期になってくるとちょっと音質変わってくるので、ここはねどうだろう、まあ大きいエフェクターでも良ければ GT100 ボスの GT100 あたりの方がハイゲイン系はより荒々しくって再現表現しやすいかなとは思いますね。ワーミーの質も非常にいいです。まあ、ズームよりもボスの方がワーミー機能の質もいいですね。まあ小さくコンパクトにいきたい方であればボスの GT1 とかでも後期の方は表現しやすいんじゃないかな。まあ結論としては初期中期ぐらいはズームの G3N、 後期はボスの、まあ、GT1 であったり GT100 とかがいいんじゃないかなと私は思います。で続いて3つ目の質問なんですけれども、どれにしようかな。じゃあ弦、おすすめの弦、使用している弦は何ですかというご質問なんですけれども、今ねあのギターの本数が多いので結構ね使用している弦はねまばらというかバラバラです。僕がバンド現役でやってた頃はアーニーボールをずっと使ってましたね。で基本は1046のサイズですね、サイズ感というか太さですね、ゲージがオレンジのやつですねを使ってましたね。まあ、最近はですねギターの本数が多くてこうつどつど張り替えるのがですね結構大変なので、長持ちして錆びないのがいいなっていうところでエリクサーを貼り始めております。まあ、これもねサイズは3つあって、大きい太いのだと1046で、あと0946、0942、この3種類のエリクサーを貼ってますね。ストラトはね結構細めのゲージ0942を貼ってます。あのテンションがね柔らかい方がいいなっていうところですね。あとレギュラーチューニングでストラトは弾くことが多いので0942で、ドロップで弾くことが多いギターは1046貼ってることが多いですかね。最近木琴バードには0946を貼ってますね。10は SG とかテンションが柔かめのギターにはちょっと太めのゲージを貼っております。まあ、ただですねエリクサ結構高いんで、あと弦をね張り替える練習とか初心者の方はその辺も踏まえると普通にアニボールとかダダリオの弦あたりでいいんじゃないかなと思いますね。まあ、一時期僕は島村楽器の弦を使ってましたよ。3個セットでいくらだったっけな、1200、300円ぐらいだったかな、それはないか1500円ぐらいかな、
ていうのを使ってました。全然あの素晴らしいですよ、島村楽器弦。ちなみに僕ピックも島村楽器ピック使ってたりします。ヒストリーとかの、うん、なのでまあね、ヒストリーに関して結構いろいろ言ってる方もいますが、僕は結構好きで使ってます。ギター磨きとかフレット磨きとかもヒストリーのオイルを使ってますね。ちょっと話はずれちゃいましたが、普通に600円とか700円ぐらいの弦でいいと思います。まあ、太さはね、細すぎてもそこからちょっと太くしていくのが大変なので、0946ぐらいを最初は使っておいて、もっとパワフルな感じにしたいなと思ったら1046に変えたり、もっと繊細にいきたいなと思ったら0942に変えたりというふうな感じで、最初は0946あたりのアーニーボールとかダダリオを使用するのがいいんじゃないかなと思います。で、続いて4つ目の質問に行きます。ギターから離れるんですけれども、お寿司屋で一番最初に食べるネタは何ですかという、本当に俺に聞いてどうすんのっていう風な感じの質問なんですが、お寿司屋さんもね、僕高いとこ行かないんで、いつもね子供連れて家族でね行くとなると100円の回転寿司です、こう回ってるお寿司屋さんに行くんですが、僕はね好きでよく食べるのはね、あのサーモンアボカド、サーモンの上にアボカド乗って、あとあの玉ねぎですね、オニオンスライスが乗っている、あれが好きです。あれにがっつりわさびをぶっかけて食べるのが好きなんですけれども、あと絶対食べるのは光もんですね、イワシ、アジ、まあ季節によってはサンマであったりとか、あとはサバ、締めたサバとかは大好きですね。うん、まあお寿司はそんな感じですかね。という感じでですね、たくさん質問をいただいているんですが、こうやっていくつかですねピックアップしながらラジオ形式でお届け、ご質問にお答えしていきたいなと思いますので、まあ、ツイッターの質問箱であったりとか、あと YouTube のコメント欄でも全然いいです。まあ、そこで長文で大変に返すのが大変になりそうだなっていう風な感じの質問に対してはですね、こういった音声形式でですねお答えしていきたいなと思いますので、まあ、今後ですねたくさんの質問お待ちしております。これからちょくちょくこういったラジオ形式での動画、ラジオ形式での動画っていうのも変ですが、をやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。さっきのお寿司のことみたいな感じで、まあ、プライベート的な全然ギターと関係ないお話、ご質問をお待ちしております。よろしくお願いします。ではチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。